で撮影をしていたところ、アイラちゃんがお店までやってきて、今家ないっていう状況なんで、ホームレスと。テクゾロかな？ただいま、アイラさんと会員さんをしたんですけど、いや、なんとかホテル見つかってよかったね。金曜の夜だから。はい、金曜の夜だからさ、どこも満タンじゃん。とりあえず寝るとこ見つかってよかったね。よかった。ちょ、ごめん、さっきと同じ質問とか繰り返していい？9月29日の深夜なんですけど、僕、ブーチャンネルの他に歌舞伎町 TV っていう YouTube チャンネルも運営していて、でそれの撮影中だったんですよね、さっき。でハンゴーバーっていうお店で撮影をしていたところ、アイラちゃんがお店までやってきて、どうしたのどうしたの。ハンゴーバーのレイ君とか早曽田君いますか。怪我を助けてもらえませんか。どうしたのどうしたの。血が出てんですよ。どこから。わけわからんだったよ。いいんだと別にそんな知らんけど、何をしたらいいの。どうしたらいいの。はい、おはようございます。いやマジ最高でしょ。ケーキももらって初シャンパンですよ。ありがとうございます。ありがとうね。はい、おさま、気をつけて。もういい状況だ。その時多分なんかレイさん、レイさん、レイさんってすごい呼んでたよね。あれ何、レイさんに助けを求めてたの。分かんないか。でも俺があそこにいたって思わなかったでしょ。でも逆にタイミングよく俺がいてよかったと思う。あそこ俺毎日ないからね。撮影の日だけあそこにいる感じだから。嫌だ。何が？どうしたの？なんでもない。安定剤とか飲んでる最近？飲んでない。2日間寝てない？もしかして。はい。あ、寝てない。ちょっと待って。本当だよ。何が？いや、なんでもない。誰と話してる？いや、なんでもない。大丈夫？うん。いや俺びっくりしたよ、あの時あやらちゃん急に来て、誰かと喋ってる。はい、誰かと喋ってる俺以外。いやいやいや、なんでもない。なんでもない。ちょっと怖いな、なんか。大丈夫。寮追い出されちゃったんだよね。
で寝る場所がなくて困ってそのレイさんレイさんって言ってキャッチャーだからレイ君とか早里君に、うん、あの会いたいっていうか携帯が壊れたことで連絡が取れなくなったから、はいはい、あのまた会いたい会いたくて来て、はいはいはい、探して来てってこと、まあ、レイさんに聞いたけど連絡取ってないでしょだって携帯がもうないもん、うんうん、多分昔もそうだと思うけどいや前は昔は取ってたよ連絡、うん、まあ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 いやでも本当にあの時俺が撮影中でよかった、うん、多分俺がいなかったら誰も相手してくれなかったと思うから、うん、営業中だったしね仕事、うん、みんな仕事中だったししかも締め日っていうのもあったからなんでもない、うん、まあ、とりあえず良かったけどどうしちゃったの？子供生まれて歌舞伎町でさまよってる？最近さまよってるっていうか、うん、あの休む場所が欲しいってこと？あの怪我した場所がさ、うん、穴のとこだから、うん、パンツとか履いたり歩いたりするとさ擦れるじゃん、うん、それで傷がさ傷口が広がったり血が出てくるから、うん、あのこうやって寝転がってたいってこと、はい、で一人でいてもさ荷物とかなんか動かしたりとかするときにさ手伝ってくれる人がいないとさ、うん、またどんどん傷が広くなっちゃうから、うん、結局動かないかんくて救急車呼んだりした最近救急車呼んだけどさ全然たどり着かないたどり着いてもさ、うん、断られちゃってさ、うん、医者の人はいいって言ってると思うんだけど、うん、その救急隊とかなんか怪しいんだって、うんうん、その時によるけど、うんうん、そうやってたどり着かないなんか誰かとの約束にたどり着かない会とか本当は男と約束したりしてたんだけどいろんな、うん、そこにたどり着かない会を作ってっちゃったみたいな、うん、そうやって向かってダメですダメですみたいなこの辺にさ、あるじゃん。はい。うん。なんかそんなような名前の。うん。そんなとこ行かん方がいいよ。私はもう嫌だからさ。うん。ああ。眠たい。その名前だけですぐ逃げてったって、普通にわかるじゃん。何？アイジャイド？そういうのはさ、わかるじゃん。マルチキンクラブ、そんな近くやめた方がいいから、うん、そんなところに大阪で連れてかれたからさ早く帰った方がいいと思って帰ってったかもしれない、うん、てか今家ないって状況だよね、うん、ホームレスってことホームレスではない、誰かに助けを求めれば、うん、なんとかなるかもしれない、その数が多くてさ一人一人探してってるからさ、うん、あのインスタとか、うん、まあそういういろいろ内緒だけど、うん、そういうの探いろいろ探して一人一人に聞いてって、うん、その誰か私のこと分かるかできる作りの人かって、うん、で当たればさ OK で、うん、そうやってそれをさ結構時間かかるからさ、うん、そこからその数が多くて、うん、あの一人一人連絡してもさいつか帰ってくるかってあるじゃん、時間向こうも、うん、で、私もいつ時間、いろいろさ、一人一人見るのに時間かかっちゃって、うん、ちなみに、ここ2日はお風呂も入ってないって感じ？うん、ってことは何？寝てない？いや、寝たかな、寝てはいるけどさどこで？外？ホテル？どこで寝てたの？食事屋とか？うん。外？うん。じゃあ久々のベッド？うん。まあよかったね。お風呂入ったら？ああ、後で入る時間かかるからさ、怪我してるから。うん。あとここホテル。
あの午後の13時あ午後の1時、うん、13時、うん、までにチェックアウトしなきゃいけないからね、うん、で僕土曜日曜って用事あるから、うんうん、新宿いないからね、うん、だから時間通り出るんだよ。であと今、うん、深夜3時だけどもうちょっとしたら僕帰るね。分かった、うん、ちなみに生活保護はまだ受給してるの？うん、ちゃんと会ってる？合ってる？はい、ちゃんと合ってる？ケースワーカー、え？合ってない？うん、生活保護はもらってるの？生活保護いらないって言った？意味がわからない。生活保護は受給してる？うん、してない。今日病院に行くことに一生懸命になってたから、うん、あのそのことで時間かかったり、あの男を探してたからさ、いろんな男、うん、今までの過去のメンバー、うん、絶対いることはいるからさ、うん、これからどうするの？この生活続ける？うん、私は歌舞伎町にずっといるよ。歌舞伎町？うん、その方がいい？うん、ちゃん時間通り明日出ないと、はい、ここ時間通り出ないとまた出入り禁止になったりするよ、はい、うんうん、警察も呼ばれるし。本当だ。うん、今血出てるの？てかご飯食った？食べた。今日？うん。うん。あらちゃんこの2日間さ、うん、安定剤とか飲んでる？うん。本当に？はい。なんか疲れてるのかな？なんか今日すごい調子悪そうだね。うん。寝てないからか。うん。あ、じゃあちょっと匂い強いな。本当？うん。他のとこから匂いがとあれなんだと思うんだけど。エアコンの機械のとこだと思うけど。マジ？うん。いろんなとこからいろいろ出てくるから、ね、匂いとかなんかそういう時もあるよ。いつ帰る？そろそろ帰る？うん、早く出てってほしい。いや、そういうわけじゃないけど、うん、大丈夫だよ、とりあえず早々そろそろ出てくね。うん、明らかになんかこの間、うん、会った時よりもなんか、うん、なんか状況が全然違うよ、うん、状況というか状態がまだ生活保護はもらってるんだよね、うん、じゃあごめんね、何度も聞いて同じこと。そのお金でなんとかやりくりして、うん、そのあやらちゃんからしたら少ないかもしれないけど、その中でなんとかやりくりして生活ってできないの？聞こえんかった。あ、生活保護で、うん、そのアイラちゃんからしたら少ないお金かもしれないけど、
その中でなんとかやりくりして生きていくことはできない、うん、できない、うん、生活保護もらいながら、うん、あね、ごめん寝てた、うん、え、うん、よくわからなくなってきた。何が、はあ、眠くないの、うん、え、うん、なんでもない夢、うん、眠くなっちゃった。寝ていいよ。あ、何時に帰ります？もう帰る。あ、分かりました、うん、13時に出ないといけないからね。はい、それだけよろしくね。はい、大丈夫、うん、いろいろ、うん、どうしたの、はい、え、なんではない、ちょっと片付けする。じゃあ僕行くね、うん、おやすみ、うん。ただいま永浦さんと会議さんしたんですけど、まあ、なんか前回会った時に比べて、まあ、なんかかなり元気なくて、多分その原因っていうのが、まあ、出産したことによって、以前まで、寝泊まりしていた、寮という場所から出ていかなきゃいけなくなってしまって、で多分、まあ、今まで寝る場所があるっていう生活だったので、まあ、なんかそれに慣れてしまったのか、その、まあ、路上生活っていうのになんか慣れず、なんか多分ここ2日間ぐらいおそらくずっと外で、で、まあ、寝る場所っていうのも多分外だったのか、なんか精神状態がだいぶ、違いましたね。で、僕そのハングオーバーにで撮影してたんですけど、たまたまいたから僕がその対応することできたんですけど、もういなかったらまたあそこ追い出されて、営業中だったっていうこともあって追い出されて、また路上でさまようみたいな感じになってたのかなと思います、まあ、だからそれに比べたら、まあ、僕がいてなんとか良かったのかなとは思うんですけど、まあ、こういった生活をいつまでも続けられて、まあ、でも今までずっと外で生きてきたと思うので、みたいな形で食いつないでたと思うんですけど、携帯がなくなってしまったことによって、まあ、その連絡を取っていた方っていうのがなくなっちゃったから、多分今相手がそんなに捕まってないっていう状況で、多分数人しかいないんですよっていう状況なので、余計にダメなんでしょうね。捕まらないから仕方なく外で寝るとか、多分しばらくはこういった生活が続くんじゃないかなとは思います。本当に生活保護を受給している状況であれば、まあ、なんとか不動産を探して、でそこになんとか入居することができれば、まあ、まあ前と同じような、まあ、寝る場所があるっていうような生活ができると思うんですけど、不動産も審査だったりっていうのがあると思うんで、なんか聞いたところによると、その生活保護を受ける理由によっては、オーナーさんが、入居を許可しないっていう場合が多々あるケースもあるらしくて、
だからどうなるのかっていうのはちょっと一概には言えないんですけど、借りれるのか、まあ、そもそも生活保護のお金を全部すぐ使ってしまうっていうところがあるんで、彼女入居するまでにも多分時間がかかるはずなんですね。だから、まあ、ちょっとどうなるのか分かんないですけど、なんかこのまま放置するわけにもなんかいかないのかなっていうのは僕の中ではあって、最低寝る場所、帰る場所が毎日あるっていうような状況じゃないとなんかちょっと不安ですね。それこそまた妊娠だったりとかっていう可能性も多分大いにあると思うんで、ちょっと不安ですね。まあとりあえず今日は夜も遅いんで、ホテルに彼女を入れて帰ってきました。また何か続報があれば動画にしたいと思います。